とびき浜キき砂文化館は、京都府京丹後市網野町画り立にある博物館。キき砂の海岸として知られる、とびき浜や日本や世界各地のキき砂に関する展示を行っている。2002年10月20日に開館した、吉田刑事設計の建物とびき浜の自然や歴史の紹介、日本や世界各地のキき砂の紹介などを行っている。 世界で初めて泣き砂を主題とした体験学習施設であるとされ、世界唯一の泣き砂をテーマとした施設である。とびき浜では、工房などで砂浜が湿っていると砂が泣かないが、とびき浜泣き砂文化館では常に泣き砂の体験を行うことができる。2002年度の入館者数は約6000人。1994年から毎年とびき浜で開催されている。 環境イベント、裸足のコンサートは、ことびき浜キき砂文化館が窓口や問い合わせ先となっている。ことびき浜から約800メートル、国道178号沿いの丘陵地にある。木造2階建てであり、丸太が多用されている。敷地面積は約3000平方メートルであり、延べ床面積は547.06平方メートルである。建物の設計は、 和風建築の第一人者である吉田敬司。公益財団法人日本ナショナルトラストが日本6番目のヘリテージセンターとして建物を建設し、京丹後市が館内の展示や周辺整備などを行った。京丹後市網野町の係りつくが指定管理を行っていたが、2021年4月より小飛浜のなり砂を守る会が指定管理を行っている。 建物前にある、鳴き砂の父、三輪の茂雄先生の日1971年末、粉体工学の研究者である三輪の茂雄は、網野町出身の学生から網野町にも鳴き砂がある、ことを聞いた。1976年には、小飛浜に遊歩道を建設する計画が新聞で、報じられたため、三輪は、網野町長に対して、公開質問状を提出した。 町長宛ての質問上には、遊歩道を建設し海水浴客を誘致することで、泣き砂の環境が破壊されること、水路が変わり土砂が流入することなどを挙げ、網野町の泣き砂を海岸全体を含めた天然記念物として保護してほしい旨が書かれていた。必要ならば、説明に赴くと書いたところ、町長から来てほしいと連絡があり、学生と共に網野町を訪れた。 山林は網の町の小飛び木浜を高く評価した上で、1995年時点では環境汚染が進んでいたために発音特性を回復する手段を研究するデータ収集と観光客への泣き砂教育機能を備えた公的機関の設立を望んだ。1987年に小飛び木浜成砂を守る会が地域住民により設立され、 ことびき浜の環境を保護する活動が活発になっていった。2001年8月にはことびき浜泣き砂文化館の起工式が行われ、2002年7月に春工式が同年10月にことびき浜泣き砂文化館の開館記念式典が行われた。同年10月20日、ことびき浜の近くに日本初の泣き砂専門館として開館した。開館を記念して、 10月19日と10月20日には、網野町で2002全国、泣き砂サミットイン網野が開催された。入館者は2008年春には8万人を突破した。玄関前に三輪の功績を称える記念碑が設置され、2008年10月18日に除幕式が行われた。前京都府知事の荒牧定一が、泣き砂の父、三輪の茂雄先生の日と記号している。 2015年6月25日には、アメリカ合衆国のキャロライン・ケネディ駐日大使が、来館した。アメリカ合衆国のマサチューセッツ州マンチェスター・バイザー,シーにもナキスナのビーチがあるため、ケネディ駐日大使の提案によって、教団後市立島津小学校とマンチェスター・バイザー,シーのメモリアル小学校との交流が開始された。キスナ体験コーナー一階では、キスナ体験コーナーとワークショップ、 二階では世界や日本の鳴き砂を展示している。一階の主な展示物はガマガイルの鳴き声のように聞こえることから、カエルのゆりかごと呼ばれる、水中でもなく砂の実験装置が入り口に設置されている。一般的に鳴き砂は乾いていないと泣かないが、石英の純度が100%に近いオーストラリアのフラタリー海岸などでは水中においても砂がなく。なお、 日本の海岸の泣き砂は自然のままでは泣くことがない。他にも泣き砂が汚れると泣かない現象の体験、容器の大きさで8音階に音が変わるドミソの泣き砂の体験のコーナー、微生涯の観察コーナーがある。泣き砂は汚れると泣かなくなるが、海に戻して自然の力で現れると石英が主な砂は磨かれ、泣き砂へと変わり再び泣くようになる。 ワークショップは2007年春からスタッフの発案で開始された。と飛き浜の貝殻や小石やビーチグラスを使った万華鏡や文鎮、貝殻ペンダント、写真フレームなどを手作りして持ち帰ることができ、人気を博している。2階の主な展示物は国際自然保護連合の絶滅危惧種指定の海亀、オサガメの剥製、世界と 日本各地の泣き砂紹介のパネル、小飛木浜に漂着した、医療廃棄物、漁業関係品、世界各地の使い捨てライター、ナホトカゴ重油災害記録パネル、マイクロプラスチックなどの廃棄物紹介パネルがある。世界の泣き砂のコーナーでは、クフ王のピラミッドから出てきた泣き砂も展示されている。調査では、小飛木浜のキき砂に似ているとされている。 ことびき浜の漂着物は日本海に運び込まれたものが北西の季節風に押され海岸に打ち上げられる。そのためことびき浜ならではの様々な漂着物が紹介されている。ことびき浜ことびき浜泣き砂文化館開館前の1987年にはことびき浜の成り砂を守る会が設立され様々な泣き砂保護活動に取り組んでいる。2008年に ことびき浜が国の天然記念物を及び名称に指定されると、これを環境保全意識を高める契機と捉え、記念シンポジウムやクリーンアップ作戦を展開した。他清掃活動、漂着物調査、禁煙ビーチの取り組み、鳴る保護の啓発活動など、活動は多岐にわたっている。ありがとうございます。